半身斜めになるのが胸頭部なんですよ。で、斜め向いてるからこの回転でドン戻す勢いでドン攻撃力があるのに、前に取ったら無事に見たらパンチが手打ちになるだけなんですよ。必ずちゃんと半身になったら右手と左手が離れるはず。くっついてるってことは前向いてる証拠なんですよ。でしょ。防御のとこだけはちゃんとこれぐらいで、胸の高さ、顔面攻撃してくるわけですよ。このパンチ、パンチ、ここが増えてるところで、ここじゃない、防御できへんだけじゃなくて、体が手を押してくれるんだ、パンチ打てない。構えが一番重要やっていう。